ジーナ・バッカウアーはギリシャ人ピアニスト。夫は指揮者のアレック・シャーマン。父親はオーストリア人。8歳の時アテネで最初のリサイタルを開く。アテネ音楽院でボルダマール・フリーマンに支持しながら両親の希望に従ってアテネ大学で法律を学んだ。その後、パリのエコール・ノルマルド・ミュージックでコルトーに支持し、また1933年から2年間。 ラフマニノフにも支持している。1935年にミトロプーロスの式で、アテネでデビューを果たし、亡くなるまでに600回以上の演奏会を開いており、第二次世界大戦中に、中東においても要された、連合国軍のためのヤン演奏会もそのうちに、含まれる。ギリシャ王女イリニのピアノ教師でもあった。ユダヤ系ギリシャ人式者、モーリス・アブラバネルと親しく、そのためしばしば、 ユタ公共楽団とも共演した。没年に G のバッカウアー国際ピアノコンクールが開始された。様々なピアノ競争曲を得意としていたが、とりわけブラームスの第2番を得意としていた。アテネ北部にある旧バッカウアー邸は観光地となっており、世界中から多くの工学家を集めている。ここではアリシヒのバッカウアーに習って野良猫に餌をやることが、 観光客の習わしとなっている。ありがとうございます。